手持ち型のシ社員手法、1390から1400、自長 200kg キログラム、連鉄製のシ社員手法、1450年製、重量6キログラム直径8 2センチメートルの石段を打ち出せた、エルサレムの西ヨハネ騎士団のシ社員手法、ロードス、1480の1500年頃、歴史上最大のシ社員手法、オスマン帝国の攻撃から、 ロードスの城壁を守るために作られたもの。時長3 3 2 5ラムで重量2 6 0ラムの石段を打ち出せた。シ,ャイシュ砲は、ボンバードとも呼ばれ、中世に用いられた最も初期の大砲の一種。その名の通り一種を打ち出すもので多く、工場戦で用いられた。一般に旧砲とされる場合が多いが、カノン砲のようなものもある。最も初期のシ首砲は、 火薬も性能が悪く、威力も相当低く城壁は愚か簡単な壁すら破壊することは困難な代物であった。火薬の性能が上がるまでは石砲法の研究はできるだけ大きい石を飛ばすことに限られた。砲画も固定式で戦場への運搬が困難など汎用性の低いものであったが火薬の研究が進み性能が飛躍的に上がると次第に石砲法は 小型化が進み、砲耳を備えて中鉄の砲弾を使用することにより、威力も上昇している。代表的な射手砲には、モンスメグがある。これはベルギーで1449年に作られたもので、186kg の石を発射することができた。実戦では1455年のスリーブ上、工場戦で用いられた。モンスメグの大半は破壊されたが、一部は、 エディンバラ城で展示されている。現在でもイタリア語では、榴弾法 E 指法と同様に、ボンバルダと呼ぶ。ありがとうございます。